と思います。まあ、その所得を補足して税金の取りっぱぐれがなくなるっていうようなことを、まあ、財務省なんか結構言う。そうだから私のように健全に稼いで健全に納税してる人間にとっては、ね、世の中に脱税してる人が山ほどいるだろう、はい、特に、飲食店なんかで、ね、飲食店と売り上げをごまかす人たちが一部にいるじゃない、ね、一部にね、飲食店で客が10人来たら、まあ、8人ぐらいにして2人分は、ね、懐入れちゃうかみたいな蕎麦屋も世の中にはあるかもしれないじゃん。分かりませんよ。かもだよ、かもあるって言ってないだろう、ね、かもしれないだろう。そういう時にだけどこれだけどマイナンバーでレジで、はい、その蕎麦で食ったやつも還付してもらわなきゃいけないと思ったら、そのトレジ打てよそれって客は思うから、はい、完全に素通しっていうか、すりガラスじゃなくてガラス張りにレジでごまかすわけにいかないよね、はい、1人2人間引こうかと店が思っても、それ間引かれる方の客としては、ちょっと俺それもう 2% 還付してもらうんだから、3回戻ってくるんだからと日本国中の飲食店で